次に新生クラブ7番和田美奈議員。はい、和田議員。議長の許可を得ましたので新生クラブを代表して代表質問をいたします。長かったマスク生活も今週13日から個人の判断となり5月には新型コロナウイルスが2類から5類になります。約3年に及んだコロナ禍での不自由な生活もやっと終わりを迎えようとしています。しかしながらこの間における経済的なダメージは小さいものではなく追い打ちをかけるように襲ってきた円安、エネルギー高、物価高は家計のみならず日本経済全体に大きな影響を与えています。先日もお話をしていたある経営者の方から物価高の厳しさはコロナ禍の比ではないという悲痛なお声をお聞きいたしました。このような課題は決して日本だけでは解決できるものでもなく、ロシア・ウクライナ戦争の終結や国際的な枠組みの中で進んでいくものでありますが、自治体としてもコロナ禍以上に市民生活や地元経済に寄り添った施策が求められています。また、現在国会が開かれています。その中では防衛費の増額やエネルギー確保のための原発回帰、子ども・子育て支援等が注目を集めています。どれも喫緊の課題であり、日本の安心・安全を守り、国を発展させていくために必要な政策です。小手先の取り組みに終わることなく、国にしかできない政策を積極的に進めていっていただけることを期待しています。さて、令和5年は、ウィズコロナ、ポストコロナ時代の元年となっていくことでしょう。人の幸せ、地域や国の発展に欠かせない個人の自助努力や企業の競争力を引き出すためには、優しすぎる社会ではなく、優しい社会を目指していかなければなりません。先ほど悲痛なお声をお聞きした経営者の方は、物価高の分を価格転換し、値上げをする中でもお客さんを増やさないといけないという悩みの中におられました。そのためにどうするか頭を悩まされておりました。その方は補助金が欲しいわけではない。頑張って知恵を絞って努力している店の後押しをしていただきたいと心からおっしゃっておられました。本心においても厳しい財政状況の中でも行政にしかできないことは何かということを考え必要な施策に積極的にチャレンジしていただきたいとの思いを込めて以下質問をいたします。大きな一番令和5年度施政方針についてより一つ目新宮地域の過疎対策について過疎対策事業等を活用し、地域の活力の維持・発展につながる取り組みを推進するとありますが、具体的には昨年9月に策定された辰野市過疎地域持続的発展計画に新しい事業を追加・拡充されています。その内容を詳しく見ると、新宮町に特化した事業というのは、一つ、弥生の森活性化事業のみで、今年度、地域でさまざまな意見を聴取したものがまだ反映されていないように感じています。過疎対策に取り組んでいただくには、より積極的に新宮町の魅力を作っていく姿勢が必要だと感じますが、来年度以降の事業の展望と市の考えをお伺いいたします。二つ目、国の方針でデジタル田園都市国家構想総合戦略や、DX の推進が叫ばれ、本市においても、辰野市デジタルトランスフォーメーション推進基本方針の取り組みを加速させたり、書かない窓口サービスが開始されていきます。
市役所での事務手続きが便利になることは大変ありがたいことなのですが、日常生活において誰もがデジタルの恩恵を享受でき、誰一人取り残さない人に優しいデジタル社会の形成を目指すためには、本市の実情に合わせてどのように取り組んでいかれるのかお考えをお伺いいたします。大きな二つ目、主要施策の概要について、第二の柱、安らぎづくりへの挑戦より、一つ目、今年度から始まった敬老を選べるギフト事業について、どのような反響や意見があり、次年度の取り組みにどのように生かしていくのかをお伺いいたします。二つ目、障害者レクリエーション・スポーツ交流事業について、来年度は市民を対象とした障害者スポーツ、かっこフレスコボールの体験イベントを開催し、障害者スポーツの普及を図るとあります。このような交流イベントと同時に、市内には全国大会に出場されるような高い技術を持たれた選手もおられることから、障害者スポーツ振興のため、市長杯などの競技大会も開催してはいかがでしょうか、お伺いいたします。三つ目、障害者の社会障壁の除去についても働きかけるとありますが、ここ最近人気のドラマなので、手話が取り上げられ、若い人の間でも手話への関心が高まっています。本市では平成29年に辰野市共に歩む手話言語条例が制定され、学校、地域、社会、その他あらゆる場において、市全体で手話に対する理解を広めてこられました。さらなる理解推進に向けて、子どもの頃より手話に触れ合う機会を増やしていくことが重要と思いますが、現在の市での取り組みと今後の展望についてお伺いいたします。四つ目、健康寿命の延伸に向けて、町内各課や、各課や医療会と医師会と関係機関との連携体制を強化し、健康課題を共通認識した上で、病気の重症化予防と介護予防、フレイル予防を一体的に実施しますとあるが、具体的にはどのような取り組みになるのかお伺いいたします。第3の柱、人づくりへの挑戦より、5番、小中一貫教育の推進に向けては、来年度から設計業務に取り組むとありますが、魅力的で学びやすい小中一貫校の建設はもちろんのこと、学校周辺の道路整備等の安全対策や、地域住民の体育施設利用などにマイナス影響が及ばないよう対策を講じる必要があると感じます。市のお考えをお伺いいたします。6つ目、男女共同参画推進事業について、昨年度から開催されている女性活躍推進ネットワーク会議の開催や、女性活躍支援補助事業等が予算化されていますが、これまでのネットワーク会議の成果や今後の事業の取り組みについてお伺いいたします。7番、北海道北斗市との友好交流について、三木ロフ同様赤とんぼによる街づくりに力を入れている北斗市さんとの友好交流は大変素晴らしく、これまで行われた民間、市民間での交流がさらに進展することで、本市にとっても有意義な取り組みになると確信しています。来年度は華城館での企画展が予定されていますが、これからの友好交流の展望についてお伺いいたします。第4の柱、にぎわいづくりへの挑戦より、8番目、鹿、イノシシ等有害鳥獣対策事業について、昨年の会派代表質問でも、防護策だけではなく、新たな取り組みが必要です、あると述べました。来年度からは、狩猟免許取得、猟具やカメラの導入に必要な経費を補助するとありますが、どのような補助になるのか、また、狩猟者を確保、育成するために、狩猟の環境整備をさらに行うことが喫緊の課題と考えますが、どうでしょうか。9つ目、観光誘客と観光振興について、全国京都会議の開催は、辰野の魅力を全国、全世界に PR する大きなチャンスと考えています。
一丸となって取り組んでいきたいと思います。そこでこれを機にユニバーサルツーリズムの観点も取り入れ、城下町観光のマイナス面を克服した高齢者にも障害者にも誰もが気兼ねなく観光できる観光地づくりに取り組んでいくことは考えられないでしょうか。第5の柱、ふるさとづくりへの挑戦より、10番目、ふるさと応援寄付金受け入れ事業、企業版ふるさと納税受け入れ事業について関係各所の努力、PR の強化により年々受け入れ金額が増加しています。今後さらなる返礼品の開発やトップセールスによる PR により、より多くの人や企業に寄付していただけるよう取り組んでいただきたいと思います。現在の状況と来年度の取り組みについて具体的にお伺いいたします。以上、よろしくお願いいたします。ここで暫時休憩いたします。再開は11時からといたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。市長。はい、新生クラブを代表しての和田美奈議員のご質問のうち、1点目のご質問の1番目の新宮地域の過疎対策についてお答えいたします。この度の辰野市過疎地過疎地域持続的発展計画の変更につきましては、昨年8月から9月に実施した新宮地域の自治会との意見交換を踏まえ、町内の関係課が横断的に連携する過疎対策推進委員会で検討を行い、事業化に取り組み、過疎発展計画に追加したものでございます。追加した主な事業を具体的にご説明申し上げますと、人口減少対策につきましては、旧県営八崎住宅跡地における戸建て住宅地の整備及び3世代同居定住促進住宅改修支援事業の創設を農業産業の振興といたしまして、栗を特産品とすべく農産物ブランド力アップ事業及び就労フェア実施事業をさらに地域の魅力づくりといたしまして、弥生の森活性化事業及び牧運動公園の施設整備により地域の活性化を目指すものでございます。なお多くの意見をいただきました土地利用規制、市街化調整区域の規制等の緩和や大規模開発につきましては、現時点において目に見える事業化が困難であることから、兵庫県に対し過疎地域における規制の基準緩和を強く要望してまいります。いずれにいたしましても、積極的な新宮地域の魅力づくりは、地域住民の参画、共同なくしては実現いたしませんので、来年度以降も地元の協議、調整を務め、地域活力の維持、発展につながる事業を検討してまいります。次に2番目のご質問の日常生活において、誰もがデジタルの恩恵を享受でき、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル社会の形成を目指すために、本市の実情に合わせてどのように取り組んでいくのかについてお答えいたします。本市の DX を推進していくため、昨年10月に辰野市 DX 推進基本方針を策定いたしました。この方針は国の自治体 DX 推進計画に基づき、市民の利便性向上と業務の効率化を図るなど、スマート自治体の実現を目指すこととしており、令和7年度末までを集中取り組み期間として DX を進めることとしております。そういった中で市民の利便性向上に関する取り組みといたしましては、来年度かかない窓口サービスを実施することとしており、窓口で手続きする際、名前や住所など同じことを何度も記入する負担を軽減し、市役所の手続きは面倒で時間がかかるものという思いを変えていただけるよう、利便性の向上に取り組むものでございます。また行政手続きのオンライン化につきましては、現在本市においてはマイナンバーカードを利用するぴったりサービスと兵庫県電子共同運営システムの2種類のオンライン申請システムを活用しており、本市ホームページにも申請フォームが一目でわかるデジタル窓口を開設をしております。
ぴったりサービスにつきましては本年度から本格的に運用を開始し、国が特に国民の利便性向上に資する手続きとする子育て関係、介護関係の26手続きや不在者投票用紙等の請求のほか、本市独自の取り組みといたしまして、マイナポータルで登録した公金受取口座による生活支援給付金の申請で活用をしているところです。兵庫県電子申請共同運営システムでは、公文書公開請求、抗原簡易検査キット配布申し込み書をはじめ、イベント参加の申し込み等で活用しており、令和4年度1月末時点で約80種類の申請フォームを作成し、約1万3000件以上の量があります。なお、2月6日からは全国一斉に転入転出のワンストップサービスが開始され、マイナポータルを使って転出手続きと転入予約を行うことができます。さらに、兵庫県が運用している公共施設予約システムの共同運営検討会に参加し、オンラインで公共施設の空き状況や確認や予約ができるようにするなど、日常生活における利便性向上のためのデジタル化に取り組んでまいります。いずれにいたしましても、社会全体のデジタル化が進む中、誰一人取り残さないという世代や境遇を問わず、すべての市民にデジタル技術の恩恵が享受されるような環境づくりに努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。なお、その他の質問につきましては、教育庁、企画財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業部長、教育管理部長、教育事業部長が答弁をさせていただきます。健康福祉部長。引き続きまして、2点目のご質問のうち、まず1番目のご質問の経路を選べるギフト事業について、どのような反響や意見があり、次年度の取り組みにどのように生かしていくのかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、経路を選べるギフト事業は、経路会に代わる事業として、門出年75歳以上の方を対象に、高齢者を敬愛し、長寿を祝福するため、地場産品やサービスなどを掲載したカタログを敬老月間の9月にお送りし、50品目の中からお好みの一品をお選びいただく事業として、令和4年度から実施をいたしました。申し込み状況につきましては、対象者1万3864人のうち、1万3332人の方に申し込みをいただき、96.2% と高い申し込み率であったことから、多くの市民の方に公表いただけた事業であったと認識しております。申し込み書からの反響や意見については、申し込み書に設けた意見欄において、商品を選ぶのが楽しかった、市内にいいものがたくさんあることを知った、お店にも行ってみたい、公平性があってよい、来年度も続けてほしいなど、多数の好意的なご意見をいただきました。一方で少数ではありますが、この費用を次世代の若者や子育て支援に使ってほしい、商品券や現金の方がありがたいなどの意見もございました。また申し込みが集中した商品につきまして、発送までに時間を要したことから届くのが遅いといったご意見もいただいております。来年度の取り組みにつきましては、カタログに掲載する商品を増やし、申し込み商品の分散化を図るとともに、商品の配送につきましても、申し込みを受けてからできるだけ早く商品をお届けできるよう、配送伝票の作成から集荷、発送までを配送業者が一括で行う業務委託について検討してまいります。次に3番目のご質問の手話に触れ合う機会を増やすための現在の市での取り組みと今後の展望についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、本市では平成29年に、辰野市ともに歩む手話言語条例を制定し、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使いやすい環境の整備に努めているところでございます。本市における取り組みでございますが、手話を必要とする方に対しまして、観光庁、学校等の公的機関を利用される場合や、
医療機関へ受診等される場合、イベントや会議等を開催する場合に対し、市は方針を派遣し、市を必要としている方への支援を行っております。また、子どもたちへの理解促進の取り組みにつきましては、子ども園等の子どもたちには、手話による歌や手話を必要とする方への対応など、学びを通して手話に対する理解の促進、普及を行っております。小学校の子どもたちには、4年生を対象に、福祉教育の一環として、手話サークルによる手話体験を通じ、手話を必要としている方への理解促進を図っております。中学校におきましても、先般、誉れ林保館祭りにおいて、辰野東中学校吹奏楽部による手話を交えて、窓の外庭を合唱されたと聞いております。少しずつではございますが、子どもたちへの手話の広がりを感じたところでございます。また、市役所においても、今年度から手話通訳者を地域福祉課の窓口に常駐させ、手話を必要とする方への窓口対応、相談、支援などに取り組んでおります。さらに、職員に対しましても、毎年研修を実施し、手話に対する理解や手話の習得に努めているところでございます。いずれにいたしましても、今後も手話に対する市民の理解を深め、手話を使いやすい環境にするためには、子どもたちの手話に触れ合う機会を増やしていくことが重要であることから、現在実施しております子ども園、小学校等の学校園での普及活動をさらに拡充させてまいります。次に、4番目のご質問の健康寿命の延伸に向けて、病気の重症化予防と介護予防、フレイル予防の一体的な実施の具体的な取り組みについてお答えいたします。議員、お承知のとおり、健康寿命とは、健康上の問題によって日常生活が制限されることなく生活できる期間のことで、本市では健康寿命の延伸に向け、健康長寿化事業に取り組んでおります。この事業は、国保データベースシステム等を活用して、医療、健診、介護等のデータ分析を行い、本市における健康課題を明確にし、後期高齢者の疾病予防及び重症化予防と介護予防を一体的に実施するもので、データ分析の結果、骨折、糖尿病性腎症、肺炎予防の3つを健康課題としております。具体的な取り組みとして、まず骨折予防につきましては、市民総合健診や生き生き100歳体操等で実施する質問票において、過去1年間に転倒したことがあると回答した方に、保健師や理学療法士と専門職が訪問し、転倒、骨折予防のための保健指導を実施いたします。糖尿病性腎症重症化予防につきましては、糖尿病治療中で主治医から指導の依頼があった方や、検診結果で糖尿病治療が必要な方に、保健師と管理栄養士が訪問して、受診勧奨や生活習慣改善のための保健指導を実施いたします。肺炎予防につきましては、生き生き100歳体操実施会場や、出前講座において、質問票による健康チェックや座談会、フレイルクイズ、および運動、食事、口腔ケア等のフレイル予防指導を実施いたします。いずれにいたしましても、高齢者が住み慣れた地域において、健康で安心して暮らせるよう、医師会等関係機関と連携しながら取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育事業部長。引き続きまして、2番目のご質問の障害者スポーツ振興のため、勝敗などの競技大会を開催してはどうかについてお答えいたします。令和4年第1回辰野市議会定例会における会派代表質問においてもお答えさせていただきましたとおり、障害者リクリエーション・スポーツ交流事業につきましては、令和2年度策定いたしましたスポーツ推進計画の基本理念として掲げる、誰もがいつでもどこでも楽しめる障害スポーツ社会の実現を目指し、障害のある人も安全にスポーツを楽しむことができるよう、辰野市身体障害者福祉協会や辰野市手をつなぐ育成会との連携を図りながら、障害者スポーツの推進に取り組んでいるところでございます。具体的には、障害者相互及び健常者との交流を深めるレクリエーションスポーツ大会、第1回障害者&健常者モルク大会
モルック交流大会を開催いたしました。またトップアスリート夢事業としまして、障害者と健常者のバスケットボールのフリースローやバレーボールのサーブ対決などの交流事業を開催いたしました。来年度は障害者と健常者が集うモルック大会を市長杯と位置づけるなど、障害者スポーツを競技大会として開催する方策を検討してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育管理部長。引き続きまして、5番目のご質問の小中一貫校の建設にあたり、学校周辺の整備等の安全対策や地域住民の体育施設利用などについてお答えいたします。まず小中一貫校周辺の道路整備等の安全対策についてでございますが、小中一貫校開校と同時に現在新宮町内にある5つの小学校が1つに統合し、新宮町全域から小中一貫校に登校することになりますので、遠距離から通う児童のためにスクールバスが必要となります。こういった状況を想定した上で、通学時の安全に十分配慮した徒歩の通学路、自転車通学の経路、スクールバスの経路を検討するとともに、看板の設置等必要な安全対策を検討してまいります。次に地域住民の体育施設利用についてでございますが、新宮地区では剣道やバレーボール、バスケットボールなどさまざまなスポーツ団体が活発に活動されています。これら現在の体育施設の利用状況を十分に把握した上で、小中一貫校建設により地域住民の体育施設利用に影響が及ばないような対策をしっかりと検討してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。市民生活部長。引き続きまして、6番目のご質問の女性活躍推進ネットワーク会議の成果や今後の取り組みについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、令和3年度から実施しております女性活躍推進ネットワークは、女性が主体の地域活動団体のリーダー等のネットワーク構築を図り、市政や地域づくりへの女性参画を促進するものです。このネットワークには現在20団体45名の登録者がおられ、具体的な取り組みの一つとして、団体同士の横のつながりを作るため、女性活躍推進ネットワーク会議を開催しております。本年度4回の会議を開催したところ、延べ100名の参加がありました。会議では男女共同参画を推進する NPO 法人代表者の講演会や、団体同士の情報交換のほか、市の取り組みについて情報提供を行った結果、登録者から他の団体の活動を知り、とても参考になった、地域活動に対して同じ思いの人がたくさんいて安心した、心強く感じたなどのほか、会の継続を希望するご意見もいただいております。また本年度はネットワーク登録者の中から市の審議会等へ7名参画していただくことができました。さらに令和5年度からは、すでに活躍されている団体やこれから新たに立ち上げる団体の活動にかかる経費を補助する女性活躍支援補助事業を計画しております。いずれにいたしましても、今後とも女性が地域社会で活躍できるような取り組みを進めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育委員長。引き続きまして、7番目のご質問の北海道北斗市との友好交流の展望についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、三木露風は文学講師として大正9年から4年間
現在の北杜市にあるトラピスト修道院に滞在し、その滞在中にふるさと辰野を思い、同様赤とんぼの歌詞を創作しました。修道院では三木露風の功績を今も大切にされており、正面手前にある展示室では修道院での足跡や教え子との写真などを紹介するなど、三木露風と修道院との関わりを展示しています。このトラピスト修道院がある北杜市は本市と同じく毎日赤とんぼの曲を市内に流しており、昨年は北杜市オリジナル吹奏楽曲赤とんぼとふるさとを発表し、さまざまなイベントにおいて北杜市の吹奏楽団が演奏するなど、同様赤とんぼが市民に親しまれています。交流につきましては、本市議会より北杜市へ会派等の行政視察が行われ、昨年は北杜市議会の会派の会派が本市の視察に来られ懇談されました。また本年2月には私と職員2名が北杜市を表敬訪問し、北杜市長、議長並びに教育長と意見交換をしたところです。その中でそれぞれの市民がお互いの町のことを知り、三木露風及び童謡赤とんぼを介した交流の機運醸成を図っていくことを確認しました。本市では来年度華城館において三木露風が過ごしたトラピスト修道院や音楽活動に力を入れている北杜市を紹介する予定です。今後も北杜市と情報を交換しながら市民の友好交流に対する機運の醸成を図ってまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。産業部長。引き続きまして、まず8番目のご質問の来年度から狩猟免許所得、寮部やカメラの導入に必要な経費を補助するとあるが、どのような補助になるのか、また狩猟者を確保育成するため狩猟の環境整備を行うことは喫緊の課題と考えるがどうかについてお答えいたします。本市の鳥獣対策といたしましては、狩猟団体による駆除、防護柵の設置および狩猟免許取得補助の3つの方策で実施しております。駆除については10班129人体制で実施し、今年度鹿、イノシシ合わせて昨年度同様年間約1000頭を捕獲しております。防護柵については過去5年で6次次回総延長約18キロを設置し、狩猟免許取得については過去5年間で重機1名罠24名の新規取得者に対して補助を行いました。ご質問の来年度からの新たな補助事業といたしましては、兵庫県が実施するストップ・ザ・獣害に取り組む集落を対象に、集落ぐるみの被害対策推進事業補助金を創設し、狩猟免許の新規取得や更新に要する経費、防護柵の維持管理に必要な材料費、寮具やセンサーカメラの購入費など1集落あたり最大で20万円を補助するものです。本市においても過疎化、人口減少により鳥獣生息域が拡大傾向にあり、鹿、イノシシ、アライグマ、アナグマ等による農作物被害が増加しており、狩猟者については高齢化と後継者不足が課題となってきております。議員ご指摘のとおり、狩猟者を確保育成するため狩猟環境の整備は喫緊の課題であると認識しております。狩猟者の確保育成については、先ほど申しましたストップ・ザ・獣害に取り組む集落へ県がアドバイザーを派遣し、捕獲技術や獣害防除技術の指導を行うことで狩猟者の確保育成につなげてまいりたいと考えております。またセンサーカメラや保護檻遠隔操作機器といったICT 機器の活用により狩猟者の罠の見回りや捕獲作業の省力化を進めていくことなど、引き続き貸し出し用捕獲檻を増やし、集落ぐるみで農業被害低減に向けた鳥獣対策への意識向上を図ることが重要であると認識しています。加えて令和5年度施行予定の
兵庫獣害 GIS を活用し、狩猟団体がより効率的、効果的な捕獲活動を実施していただけるよう支援してまいります。今後も引き続き、県関係機関と連携を取りながら、農業被害の低減を図りつつ、鳥獣と共生できる環境づくりを行っていきたいと考えております。次に9番目のご質問の全国京都会議を契機に、ユニバーサルツーリズムの観点も取り入れ、城下町観光のマイナス面を克服した、高齢者も障害者も誰もが気兼ねなく観光できる観光地づくりに取り組んでいくことは考えられないかについてお答えいたします。全国京都会議は、全国の小京都と呼ばれる38市長と京都市が加入する団体で構成され、毎年構成市長のいずれかで全国京都会議の総会等が開催されており、令和5年度は11月28日、29日に本市で開催する予定でございまして、本市の魅力を全国に発信する絶好の機会と考えております。一方、ユニバーサルツーリズムにつきましては、国において平成20年度の観光ユニバーサル事業化の手引き集の作成をはじめ、ユニバーサルツーリズム促進事業に取り組まれており、県においては本年2月に高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる観光の整備に関する条例を県議会に提案されており、今後高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境整備に関する計画を策定される予定でございます。ご質問のユニバーサルツーリズムの実現には、高齢者、障害者、乳幼児を同伴する方など、移動や宿泊に困難を伴う方が円滑に旅行することができる環境整備や、交通事業者、宿泊事業者の受け入れ体制など、観光関連事業者との連携、支援が必要であると認識しております。本市といたしましても、施設整備につきましては、令和4年11月に市営駐車場下川原の蔵に多目的トイレを設置し、令和5年3月には中央公民館に多目的トイレやスロープ設置を行っており、引き続き障害者を含めてさまざまな方が利用できる施設環境を整えていけるよう検討してまいります。また、辰野地区につきましては、辰野地区まちづくりビジョンに基づき、まちづくり活動団体、商工会等が協力しながら観光地づくりに取り組んでおり、関係団体と連携を図りながら、ユニバーサルツーリズムの環境整備を目指してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。企画財政部長。引き続きまして10番目のご質問のふるさと応援寄付金及び企業版ふるさと納税の状況と今後の取り組みにつきましてお答えいたします。まずふるさと応援寄付金についてでございますが、現状といたしましては本年3月13日時点で寄付件数 28,349 件、寄付金額約3億9200万円であり、寄付金額は前年度比で 1.1 倍となっており、令和4年度決算におきましては約4億円の寄付を見込んでおります。また返礼品につきましても同年3月13日時点で90社460品となっており、返礼品協力事業者と随時返礼品の開発依頼や提案など連携を密に取り組んでいるところでございます。また毎年3月の市広報誌におきましては新たな返礼品事業者の募集も行っているところでございます。今後も募集サイトのさらなる充実やインターネット広告に加え、東京辰野懇話会などの機会を通じ、市長のトップセールスにより、寄付者から選ばれる辰野市を目指してまいります。次に、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税につきましては、本年3月13日時点で16社540万円の寄付があり、毎年市長自ら企業訪問を実施した実績として、寄付金額は前年度比 1.5 倍となっております。令和4年度決算におきましては20社640万円を見込んでいるところでございます。さらに今年度は全国から寄付を希望する企業を取り持つマッチングサービスサイトを活用することで1件100万円の申し込みもございました。今後の取り組みといたしましては、企業から本市を応援していただけるよう、企業への訴求力のある出産子育て関連の寄付対象事業の発信に努めてまいります。引き続き寄付者企業の獲得に向け、ふるさと納税イベントへの出展をはじめ、
本市の魅力や情報の発信に努め、自主財源の確保に取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。新生クラブ7万議員、はい、丁寧な質問ありがとうございました、ちょっと文章的には文章にしてしまったらちょっと生意気な書き方もしてしまったかもしれないんですけれども、いろいろ丁寧に答えていただきましてありがとうございました。まず一番最初 の、 新宮の過疎化についての取り組みのところなんですけれども、いろいろやっていただいていることももちろん重々私も分かっておりますし、市長におかれましては先日も新宮の中学校へ卒業式の見送りに来ていただいたり、給食を一緒に食べていただいたり、新宮にたくさん思いを持っていただいていることも本当に感謝いたしたいと思います。また副市長も細かいところもいろいろ気を配っていただいておりますし、今回の、過疎地指定を受けまして、企画課の方にも丁寧にいろんな地域を回っていただいて、いろんな方からのご意見を聞いていただいております。市長もいろんなイベントに来ていただいて、いろんな方からのご意見を聞いていただいていると思います。でその中で、小中一貫校が一番新宮の中ではこれから大きなことになっていくんですけれども、そこにたくさんの予算がかかりますし、そこをまず成功させていきたいという思いは皆さん一緒でありますけれども、小中一貫校に関しては5つの小学校が1つになって中学校と1つになるということで、これは前々から皆さんは歓迎ではないんですけれども、規定路線として地域の中で考えていっていただいていたことかと思います。その中で、この過疎地指定ということが起きたんですけれども、最初は皆さん自分たちが住んでいる地域が過疎に指定されたということでショックも受けられていましたし、ただ丁寧な説明していただいたり地域を回っていただく中で、いやマイナスだけではなくてこれをチャンスに捉えていかないといけないんだということで、いろんな方がいろんなご意見を今やっとこう出すような、自分も意見を言っていきたいというような機運が高まっているとこかと思います。で先日も新宮ネクストさんの方で夢会議というのがありまして、皆さんどんなご意見かというと、やっぱり過疎地になってしまって悲しいけれども、やはりこれから新たに新宮の魅力を作っていかないといけない、で新宮にしかないものをなんとか作っていきたいということが大体の皆様の共通した認識だったかなというふうに思います。でたくさん、皆さんも聞かれていると思うんですけれど も、 もう夢物語のような話なんですけれども、例えば木の山城のロープウェイを作って、誰でも登れるようにして、麓の町では民泊もしたいなとか、クリス川でグランピング施設を作って川遊びとかもしたいなとか、播磨新宮駅前をおしゃれな町に変えたいなとか、そういうふうなご意見が、若い人を中心に出ていたようにも思います。市長も実際に聞かれたようなこともあると思います。そういった夢をですね、皆さん今語られている状態で、それをなんとか思いを形にしたいっていうふうな機運が高まっているかと思います。で財政上厳しいというのももちろん分かっておりますが、今新宮の皆さんがこうやる気を持っていろんなご意見を出していただいているというところで、なんとか少しずつでもそういうことを市も積極的に取り入れてやっていくんだというビジョンとか、その旗振りっていうものをですね、具体的にはなかなか書けないことがまだあると思うんですけれども、そういう思いのところをぜひ共有させていただいて、来年以降もいろんなご意見が皆さんから出るようにしていきたいなと思っているんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、市長。本当にですね、今言われた通りですね、やはりですね、新宮の地域の人と全員でですね、いろいろと今後のですね、新宮を考えるということでですね、しっかりと検討もさせていただきますし、またいろいろと意見もですね、聞かせていただいて、進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、新生グラブ7番議員、はい、議長、はい、よろしくお願いいたします。確認程度の質問をいくつかだけに絞ってさせていただきます。2つ目 の、 デジタルのところなんですけれども、書かない、窓口であるとかそういうことは先ほど木南議員のところでも丁寧に教えていただきました。
市役所に来ることっていうのは皆さんなかなか少ないかなって、実は少ないかなと、普段の生活の中でどういうふうなこうデジタル化の恩恵をこれから得ていくかというところが、まあ、質問の主題だったんですけれども、まあ、どんどんこう逆に差が広がっていくんじゃないかなっていうふうのも危惧しております。で、田舎だからこそ、まあ、デジタル化で、高齢者だからこそデジタル化っていうところがあるんですけれども、こう高度になっていけばなっていくほどどんどん差が開いていってしまうのもあるんではないかなというふうに思っています。で、今学校とか庁舎ではまあ、Wi-Fi が通っていたりとかもしてありがたいんですけれども、なかなか今公民館とかそういうところにはなかったりとか、そういうこともあります。で、先ほど新宮の話の中でも出てきたことがあるんですけれども、例えば新宮を Wi-Fi 無料の街にしたらどうかっていうような意見もありました。まあ、過疎化なのでWi-Fi 無料にしてどこでも買い物が、逆に家で買い物が全員できるようになったらどうやっていうような意見も、まあ、実際あったように、この Wi-Fi をいかにこう街の中にこう使っていただけるようなシステムを構築しながら、皆さんの、まあ、技術も上げていくっていうことも必要かと思います。で、公民館などでパソコン教室とかいろんな教室がされてるんですけども、そういうところの人たちも、まあ、自分たちでそこで家でもいろんなことができるように独自で勉強をされております。なので、そういう方々に対してWi-Fi 利用しやすくするとか、そこに皆さんが来てもらえるようにするとか、そういうふうな取り組みもしていけば格差が埋まっていって、田舎だからこそ Wi-Fi の恩恵、デジタルの恩恵っていうものが享受できるようになるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。はい、総務省。はい、議員おっしゃったようにデジタルのデバイドですね、そのあたりっていうのは大きな課題だということで認識はしております。で、今ご提案の Wi-Fi のことについても実現可能かということもあるんですけども、まあ、いずれにしてもこれからもデジタルの社会になっていくということは間違いないので、そのあたりいろんな、部門で宣伝をしながら公民館のこともありましたし、高齢者の教室もしておりますので、そのあたりを地道に進めていきたいなと考えております。はい、新生クラブ7番議員、はい、ありがとうございます。あとはですね、まあ、経路選べる人の方は本当に 96% の方がご利用いただいたということで、逆にもすごいなっていうのがあるので、ぜひこれをきっかけに高齢者の意見をそこで吸い取るような、このギフトのことだけではなくて、いろんな相互のツールになったらいいなというふうにも思いました。また障害者スポーツについても視聴杯検討していただけるということで、ぜひ楽しみにさせていただきたいと思います。県の方で18連覇したような団体が辰野市にはあられますので、ぜひそういう方々とコラボしながら、モルクだけにとらわれずにいろいろ交流できたらなというふうに思っております。また手話の方もですね、私もたくさん取り組んでいただいているんですけれども、またさらに裾野を広げてことが課題だということも団体の人からも聞いております。私も小さい頃に手話を学校の方で歌とかやらせていただいて、今でもそれを本当に覚えてます。で、今国会の方でも手話を使って答弁があったりとか、今本当にドラマでもすごく、注目されています。私の名前は和田美奈と言います。どうぞよろしくお願いします。これ小学校の頃に習って、その時はもちろん神道だったんですけども、今は和田になって、そこだけ習ったことを今でも思い出すというか、勝手に体が覚えているので、まあ、そういう小学校の頃から、小さい頃からそういうことに取り組んでいくっていうのが、本当に大人になってからもう一回やってみようかなとか、そういうきっかけにもなると思いますので、とても重要かなと思っております。で、いくつかちょっと飛ばさせていただいて、ささっといくんですけれども、北斗市さんとの交流も大変楽しみにしております。で、ぜひ先ほどの手話の話じゃないんですけれども、北斗市さんも赤とんぼを使った街づくりをされているんですが、先日コロナ禍っていうこともあって、手話でみんなで合唱ができないので、確か音楽祭だったかなんかの時に赤とんぼを
手話でみんなで合唱しましょうっていうのがあって、まあ、そういうのもすごくコロナ禍だからこそすごく良かったなっていうのがあったんですけども、ぜひそういうこともこうコラボしていきながら、いろんなところに童謡と手話をつなぐとか、そういう取り組みも面白いんじゃないかなというふうに感じさせていただきました。でそして鹿の鳥獣被害のところなんですけれども、まあ、今年度いろいろ取り組みいただいてありがとうございます。で高齢化で後継者不足育成が課題というのは本当にいろんな方からも聞いておりまして、まあ、自治会からの、いろんなこれから女性が自治会に女性があるということなんですけれども、まあ、さらに環境整備としましては、まあ狩猟免許を取った後もかなりお金がかかるっていうのを実際の方からは聞いておりまして、まあ、猟犬を買わないといけなかったりとか、それを、まあ、猟期じゃない時も飼育してずっと訓練もしないといけないということで、その辺の環境整備についての補助とかそういうことは今後取り組まれていくことはあるんでしょうか。産業部長。まあ、今現在新規 の, 所得者に対しての補助と、もう一つは継続補助 の, 経費の2分の1を現在補助しております。まあ、今先生言ったか他 の, 事業については今後検討したいと思います。新生クラブ7番議員、ありがとうございます。ぜひ免許を取った後もなかなか厳しい状況だというふうに聞いておりますので、ぜひそのあたりのところも検討いただけたらありがたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。で観光のところなんですけれども、まあ、今年度小京都 の, その, 会議があるということで、ぜひチャンスなんですが、やっぱり城下町っていうとなんとなく段差があるとか登りにくいとか、まあ、そういうイメージを皆さんやっぱり全国的に持たれているみたいで、なかなか観光地として選んでいくっていただくという意味で、まあ、その辺のハードルがあるっていうことをお聞きしたことがあります。で今年度まあ、地域の方の勉強会の方でユニバーサルツーリズムということで、当事者の方を読んで泊まっていただいて歩いていただいて、どういうところが辰野の城下町で観光しにくかったかいうのを1年かけて勉強されたグループがありまして、まあ、私も参加させていただいたんですけれども、そしたら本当に予算がかからないちょっとしたことなんだなっていうことに気づきまして、例えばトイレ、たくさん多目的トイレを作っていただいて利用はしやすくなったんですけれども、初めて行く人にとっては城下町って同じ風景に見えて、どこにトイレがあるかって本当に難しいんですけれども、例えばトイレを道に対して垂直にトイレの表記をこういうふうにちょっと飛び出すようにしていただいたりとか、例えば城下町の交差点も分かりづらいので地図を持って観光してもやっぱり難しいということで、交差点に番号を振っていただいて、この交差点は1番、この交差点は2番で、それも道路に1番とか書く必要はなくて、その角にある電柱なりお店のショーウィンドーのとこなりにちょっと貼っていただくだけで、今自分は1番にいるんだっていうのが分かりやすかったりとか、そういうこととか、まあ、自動販売機もちょっと行きたいなと思ってもどこにあるかが本当に難しいので、地図の中に自動販売機の表記をちょっと入れていただくとか、そういうちょっとした取り組みのところがユニバーサルツーリズムなんだっていうことを聞いて、スロープを作るとか階段をなくすとかそういうことではない、本当に心の配りのところなんだっていうことをお聞きしたので、ぜひそういう取り組みをしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、産業部長。また私も同感で、すでに道路や交差点に番号をっていうのは、まあ、所管課にも伝えております。で下原蔵の表示につきましても、まあ、両西からも東からも、まあ、トイレ、蔵、駐車場があるという表記もいたしました。まあ、今後関係団体と協議の中でそういったことも進言してさせていただいて進めていきたいと思っております。はい、7番新生クラブ、はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。で最後になりますけれども、女性活
活躍ネットワークに関してです。飛ばしたのでもう来ないかなと思われてたと思うんですけれども、部長が力を入れて辰野市初で女性部長になっていただいて取り組んでいただいたことだと思っておりまして、本当にありがとうございます。退職されてもそれが続いていくということで安心いたしております。で辰野市は前部長にも教えていただいたんですけども、審議会などの女性の割合が、県内でもワーストだったということで、このネットワーク会議を通して今年度審議会7名の方が参加いただいたということで、女性もいろんなまちづくりに参加して意見を言ってもいいんだなっていうことがちょっとずつ広がってきたんじゃないかなというふうに思って本当に感謝しております。まだまだこれからの取り組みですし、今はもう全世界日本では飛び越えてもう本当にもっとジェンダーフリーの時代になってきてはいるんですけれども、辰野市においてはまだまだ逆に女性のっていうところをあまり言わない方がいいっていうご意見もあるんですけれども、まだそこまで達していないのかなと辰野市では言うこともありますので、ぜひこれからも市全体を挙げてですね、そういう取り組みもしていただきたいなと思いますが、最後に何かありましたらお願いいたします。市民生活部長。主に男女共同参画の推進事業につきまして人権推進課が中心となって進めております。担当課の方も今後もやはり女性の活躍に関する事業につきまして、積極的に展開していきたいというふうに思いを持っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、新生グラブ7番議員ありがとうございました。いずれにしましても最初に述べさせていただいたように、今年度はコロナ明け、ウィズコロナ、アフターコロナの本当に元年になっていくと思います。いろんなことがこの3年間で学びがあった中で新たなチャレンジの年になっていくと思いますので、市の当局の皆様も私たち議員も一緒になってまた新たな知恵を絞りながら新しい時代に向けて頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Thank you.